ねずっともめちゃんです。ユニバは1月の10日から閑散期に入ったんですけども、今日は閑散期の土曜日なんですよ。だから今回は閑散期の休日のパークの混雑状況を見に行きます。だからぜひこれからユニバに行く予定の方はこの動画を参考にしてください。あとちなみにですね、このユニ TV はこれからもユニバの混雑状況をお届けするので、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速やっていきます。豆ポッター。そしてここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、気温的には最高気温は10度前後で、最低気温も5度前後なんですよ。だからもう冬のユニバは超極寒で寒いんで、これから行く方は防寒対策は徹底してください。で、ユニバって基本的に公式オープン時間より早くオープンするんですけども、今日は8時にアーリーパークインして8時半に一般オープンしました。めっちゃ早いな。今日公式オープン時間10時よ。そして今日もパークの混雑状況を見る前に各種チケットの販売状況を見るんですけども、まずは年間パスポートと入場券に関したら余裕で通り過ぎても買うことができます。もう閑散期やからもう入場チケットの購入の心配もいらないです。エクスプレスパスはやっぱり土曜日なんで、人気のエクスプレスパス7は売り切れですけど、4は買うことができます。そして僕今日一般オープン時間の8時半に行ってたんですけども、ユニバって基本的にはオープン時間が一番入場するまでに時間がかかるんですよ。それこそ年末年始とか冬休み期間はオープン時間に来たら中に入るまでに40分かかってたんですけども、今日はなんと5分で中に入ることができました。もう一瞬で入れた。で、今からパークの様子を見に行くんですけども、やっぱいくら閑散期って言っても今日は土曜日なんで、やっぱ混んでる可能性があると思うんですよね。じゃあ見に行きます。めっちゃ楽しみ。エントランスの様子なんですけども、これ見てびっくりやわ。今日土曜日のはずなのに、ここのエントランスから人がめっちゃ少ない。いや、これ平日レベルの人の量よ。呪術廻戦のアトラクションも土曜日なのに20分待ちです。で、呪術廻戦の20分待ちは0分待ちなんで、一瞬で体験可能やわ。あと普段は20組以上列が並んでる呪術廻戦のフードカートも0組やから一瞬でフード買える。あとビバリーヒルズブランデリーも今お昼時間時なのに、中ももう人がもう3組ほどしか並んでないから一瞬で昼食買える。いや、これ冬休み期間とか1時間以上並んだんよ。いや、もう90分ほど並んだこともあったんよ。もうほんまに空いてる。いや、ちょっとエントランスから意外な混雑になってるわ。で、でもまだユニバではイベント割と、あと1月10日から全国旅行支援が再開したんですよ。だからまだもうちょい人多いかなって思ったんですけども、もう平日レベルよこれ、ほんまに。で、スペファン前の様子なんですけども、ここはエントランスからまっすぐ歩いた通りなんで、いつもはもっと人通りが多いんですけども、もう超快適に歩ける。もうほぼ俺の道やんこれ。で、グラマーシーパークの様子なんですけども、今現在ここのグラマーシーパークでは何にもやってないから、もうここのグラマーシーパークもすっからかんで、ちょっと朝に雨が降ってたんで、まあ、芝生も濡れてるから、もう超超閑散期になってる。おう、ツリーの土台は残ってるのにツリーだけがもうなくなりました。土台も撤去しひんかってんな。で、ニューヨークエリアの様子なんですけども、ここのニューヨークエリアも普段はめっさ人通りが多いんですけども、やっぱ閑散期間に入ってる影響でもう人通りがめっちゃ少ない。え、マジで今日土曜日やろ。まさかのスパイダーマンが5分待ち、平日の空いてる時や。え、土曜日休日で5分待ちとかある？この当たるけど、普段まあ休日なら1時間待ちは超えることが多いよ。マジでびっくりやわ。
5分ってで、スパイダーマンもうノンストップ5分待ちって言ってるけど、もう歩くだけやからね、もう移動だけやから、もう待つ必要ないよすごいなぁ、閑散期ありがとうございます。もうノンストップやわ。じゃあ行ってきます。スパイダーマン、スパイダーマン乗ってきました。で、並ばずに乗れました。すごいね、5分待ちとかってあんねんな。もう最近平日でも5分待ちってなかなかないんよ。すごい、今日乗り放題でやわ。で、フードカート密集地帯のラグーン沿いにあるノーリミットマーケットなんですけども、今お昼ご飯の時間帯なのに、やっぱいつもより人通りが少ないです。だから普段は買うために60分以上かかるフードカートも今一組しか並んでないから、もう一瞬で購入可能。さすが閑散期やな。土曜日もめっちゃ空いてる。普段は列ができているグッズカートも誰も並んでない。もうグッズ買い放題よ。爆買いできるよこれ。爆買いはあんまり混雑関係ないかで、ミニオンパークの様子なんですけども、ミニオン関係のアトラクションも冬休み期間は100分待ち余裕で超えることが多かったんですけども、今はその100分待ちの半分の待ち時間にもなってない。だからここのエリアも超快適。もうつい数日前まではもうここのエリアぎゅうぎゅうで歩くもの大変やったんですけども、混雑ってこんなに急に変わるもんやねんな。サンフランシスコエリアの様子なんですけども、ここはミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道あるので、普段は人通りがめっちゃ多いんですけども、ここもかなり快適に歩ける。ここのエリアも人通りが多いから、フードカートとかレストランは普段は行列できるんですけども、誰も並んでないから一瞬で中に入れる。最強すぎる。これからの混雑は、まあ、今のところちょっと予測はちょっと難しいんですけども、少なくとも今日来た人は大当たりで、ジュラシックパークエリアの様子なんですけども、フライングダイナソーもう土日なら余裕で100分超えることがあったんですけども、今日はもう100分待ち全然いかない。いや、ジュラシックパークザライドとかも今は運休中で、マイ船のダイナソーも運休中なんで、今はこのエリアダイナソーしかやってないですけども、そのダイナソーの待ち時間もかなりマシ。あとこのエリアのターキーレッグカートのターキーレッグも5分以内で買えますし、レストランも並ばずに入れます。いや、どのエリアのフード施設も鬼すいてる。いや、もう最近混んでたからずっとできなかった1万円企画も今やからこそちょっとしたい気持ちある。で、任天堂ワールド付近、まあウォーターワールド付近の様子なんですけども、ここはマリオの世界につながる入り口があるんで、まあ、相変わらず人通り多い。そして今日の任天堂ワールドの整理券情報なんですけども、今日は9時半の時点でエリア入場整理券発見されてました。でも基本的に土曜日とかはオープンしてから10分後には整理券発見になってたので、整理券になるスピードもめっちゃ遅かったです。で、今の時間帯での整理券はこの時間帯です。で、もう普段はもう昼前になったら抽選券が配布になるんで、もう整理券もめっちゃ取りやすい。ニンテンドーワールドもこれいつもより空いてるんじゃないかな。様子見に行きます。おお、そして今日もやってきました。まあ悪天候やけど、めちゃくちゃカラフルなゲームの世界やってきました。で、マリオの世界を一周するんですけども、普段は歩けないほどぎゅうぎゅうなのに、もう今日はまだ快適に歩ける。で、パワーアップバンドアクティビティは、まあ、今日は雨の影響もあるんですけども、10分以内で体験可能です。うわ、けどマリオカートの待ち時間見たら、やっぱりトップで混んでるアトラクション、100分待ちは超えてる。やっぱこれ根強い人気やな。もうさっきのスパイダーマンの5分待ちの何倍よこれ
で、任天堂ワールドの下の階の様子なんですけども、ここも普段の土曜日より人が少なめだめだから噛んだけど、かなり快適に歩けるけど、キノピオカフェは今日入店整理券配布してなくて、普通に並んで今から1時間かかります。いやけど思ったけどさ、いくらパークが閑散期で他のエリアが空いてたとしても、ここの任天堂ワールドはずっと混んでる。まあ整理券こそはまだ取りやすいんですけども、もうエリアに入ったらアトラクションの待ち時間とかレストランの待ち時間とかも長いです。やっぱ根強いなマリオ人気は。マミオも頑張ろう。で、ジョーズのアトラクションがあるアミティビレッジの様子なんですけども、ここは任天堂ワールド、ジュラシックパークエリアからハリーポッターエリア、ワンダーランドにつながる道であるんで、普段はめっさ人通りが多い通りなんですけども、ここもかなり人通り少ない。ここのフードカート0組ってめっちゃ珍しい。マジか。で、いつも通りに魔法界やってきました。で、安定に歌いますか。豆豆で、魔法界の様子なんですけども、ここも冬休み期間は歩くのも超大変やったんですけども、やっぱ今日は閑散期なんでめっちゃ快適に歩ける。待ち時間もハリーポッターのジャーニーとかは100分待ち超えてることが多かったんですけども、今日はその半分にもいってない。いやー、ついに土曜日も閑散期突入や。で、今日の少し悪い空ホグワーツでも、ここのホグワーツはめっちゃ晴れてる時よりこのぐらいの天気が一番似合うよね。で、魔法体験ができるワンドマジックはだいたい5分から10分待ち列です。で、せっかく魔法界来たから、今からこの動画を見てるマグルの皆さんにマメーポッタの力を見せます。システムアペリオン、よったー、イエーイ。いや、マジですごくないこれ。ちょっと自分でもびっくりやわ。で、ワンダーランドの様子なんですけども、土日って基本的にはファミリー層が増える影響で、ここのワンダーランドのアトラクションも混む傾向なんですけども、やっぱり閑散期なんで、ここのワンダーランド関係のアトラクションの待ち時間も短くなってる。で、セントラルパーク付近の様子なんですけども、ここっていろんなエリアにつながる場所であるんで、ここも普段は人通りがもっと多いんですけども、今日はさすがの閑散期なんで人通り少なめ。だって普段は90分待ちとかもするアズーラディカプリも今日は30分待ち、かなり空いてる。で、ハリドリ前の様子なんですけども、ハリドリバックドロップも普段の土日なら100分120分の待ち時間行くんですけども、今日はそこまで長い待ち時間になってないです。いやー、ハリドリバックドロップでこの待ち時間が土曜日で、いや、本格的にパークに閑散期が到来してます。逆に今はもうアトラクションは好き好きでやから、もうこれから行くのありやな、1、2月。はい、じゃあ今日は閑散期の土曜日のパークの混雑状況を見てきました。で、それぞれの混雑度は、まずはアトラクションの混雑度は2でした。いや、これ土曜日の待ち時間じゃないよ全体的に。だからめちゃくちゃ快適に乗れます。で、フードカートの混雑度は 1.5 です。いや、フードカートもどこも待ち時間待ち列がないからすぐに購入可能で、レストランの混雑度も2でした。レストランも基本的にすぐに買える。でも、アズーラディカブレとかパークサイドグルーとかの、あとはキノピオカフェとかも人気レストランはちょっと待つ可能性があります。で、パーク全体の混雑度も2です。
いやね、これ土曜日なんですけども、もう平日の混雑です。もう平日の中でも特に空いてる方の混雑なんで、でこれから、まあ、閑散期に休日に行く方はまたこの動画を参考にしてください。以上、ハッフル豆の豆ちゃんでした。はい、じゃあこれからもいろんな動画あげるんでね、ちょっとグッドとか通知ボタン忘れなかったっけね。バーン。